三脚が安いから映さない。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サナちゃん見てる、ちょもちです。くるぶしです。わお。今日はですね、前回の動画からオープニングの映像が変わったんですけれども、今日はこれからそのオープニング映像のドキュメント、そうですね、現時点でまだできてないからね、今から撮るっていう、そうそう、今回はですね、くるぶしディレクションで、そしてくるちゃんの愛機 XS10 いや大活躍してもらって撮っていこうと思います、はい、どんなオープニングになるのか、なるか楽しみです。それでは行ってみましょう。レディゴー。ただいま巨匠井出監督があ、撮っちゃった。わしは何を撮りたいんだ。じゃあ、ね、使いづらい三脚だぜ。そのうちそういう三脚も新調して。そうね。ダメ、リテイク。OK です。今のはちゃんと入ってたんちゃうかな。 OK、 何なんだろう。俺さ、ベタなことしていい、うん、あのさ、よく昔のアニメとかでさ、うん、こういう、タイム、あの、なんていうの、なんていうんだっけ、タイムラプス、タイムラプス、スロー、3、2、1のやつ、3、2、1シャッター、なんていうの、なんだっけ、ドライブモードのやつ、10秒前、うん、9、8、7、6、うん、で、スタート、シャッター押すとかあるじゃない、うん、あれでよく昔の。ちょっと待って、できないから。よくあるじゃないですか。あるある。いいですね。めっちゃちっちゃいかも。うそ。うわ。あ、待って、
こと見えなかった。はい。ああ、行き過ぎたね。これに、うん、これに。そこやね、うん。あ、そうね、そうね。で、いつも MV だったりオープニングを撮るわけですよ。いや、リコールでやってません。行き当たりばったりでいらっしゃってます。だからこそ生まれる奇跡がある。そう、その通り。アブローラしすぎて聞いた。そうだね。はい、今年の、オープニング、あ、嫌なタイミングで。そうしようか。はい、じゃあ OK です。